どうも、鈴木翔次郎です。僕が今日紹介する映画はこちらです。ソワレ、外山文治監督2020年の日本映画です。いやちょっと久々に震えましたというか、すごいいい映画に出会えたなと思いまして、たどり着くまでの描写をしてたおかげで、そっからその男女2人が逃げてく、でその行き先は和歌山市内なんだけど、逃げてくのにどんだけ遠いんだっていうのが後々分かってくるんですよ。そこがうまいなと思って、すげえ遠い、和歌山市内までもすげえ遠いなって。で、和歌山市内まで逃げるんだけど、それはもう逃げ方は本当に自転車に乗ったりとか歩いたりとか、もうでも靴ずれとかもしてっていう中で、で和歌山市内でホテル見つけて、そこで逃避行してるんだけど、そこもすぐに警察にバレちゃって、でそこを失った2人がじゃあ何するかって言ったら、もうその2人のシェルターというか逃げ場所はもうコインランドリーでしかない。でコインランドリーで毎晩2人は会う。でじゃあ昼間何やってんのかって言ったら、逃げるためのお金を稼がなきゃいけないって言って、男は競輪とパチンコ屋で行くと。で女の子の方はスナックとかのバイトで夜働いて、でその2人が夜そこのコインランドリーで会って、で女の子は仕事を見つけたっていう喜びがある。でお酒も入ってるし、そのスナックの仕事をやってた。でそこでちょっとほろ酔い加減で、でも一緒に逃げてきた男にすごく楽しそうに、あなんか仕事ってやっぱいいねっていう話をして、でも片やじゃあ男は昼間何やってたかって言ったら、競輪とパチンコで儲けてきたお金で、あすげえ昔のね、自分の若い時思い出して、20歳ぐらいの時、まあ、一日中なんか下北の南っていうパチンコ屋にいたよなと思って、なんか一緒にその時彼女と住んでたけど、彼女はなんか普通に仕事行ってたけど、俺なんかずっとあの南で一日中パチンコ打ってたなと思って、でもその女の子にパチンコの景品で全部現金に変えんのかなと思ったら、一個マニキュアに変えてたりとかっていうのがあって、でそのマニキュアもどんどんその物語の後半上ね生きてくるんだけどっていう中で、その毎晩夜会うのはもうコインランドリーでしかない。その2人を追っかける刑事の方の描写にちょっと僕は思うことがあって、まあおじさん2人で、まあステレオタイプみたいなもう刑事なんですよ。その映画とかテレビに出てくるような、お互い離婚してんのか、まあその娘とこの前会ってねみたいな、そのどこか、主人公の宝に共感できるような、あ共感できるようなというか、同じような父親の設定として刑事として存在してるんだけど、どうもそうでもないみたいな、その刑事2人のところに途中から女の刑事が入ってくるっていうのは、すごく救いというか、なんとなく良かったんだけど、でもその宝が、以前その父親から性的虐待受けてて、それを散々人前で喋ったし、そのことを言ったけど結局理解されなかったというか、そのセカンドレイプ的な、なんで人前で何回も言わなきゃいけないんだ。でも結構重い話で、まあ、結構というかかなり重い話で、で若い男女ゆえに、その男のね翔太っていう子は、その宝っていう子にひょんなタイミングで会っちゃったから一緒に逃げたんだけど、やっぱりそれを後悔してるし、自分は東京で役者やってんのに、なんか自分の人生をむちゃくちゃにされたみたいな風に、なんか全部お前のせいだみたいなこと言っちゃうっていう若さゆえの部分がもうストレートに描かれたりとか、希望を持ってなんかこの後どうにかなってほしいなって思える、すごく素晴らしい映画でした。このマスタード的な色のシャツ多分欲しくなると思うんで、これは僕はもともと持ってたんですよ。買ったわけじゃないんですよ、今回。はい、本当おすすめの映画です。すごく素晴らしかったです。では、ここまでお願いします。